ピックアンドロール一旦外に出して杉本さあ渋田のトップ3決まりました。これでいいと思います、はい、完全に渋田選手のところ今下がってますからね、アーレル渋田へ渋田の3もう一本きた。遠藤そして渋田渋田ドライブキックアウトアーレルの3これも決まった。今日は好調ですね。昨日は富山が1クォーターね、辛抱強くしっかりとアウトサイドのミスマッチと、あとはこのリバウンドですよね。ここでそう、はい、今決めたところ今ヘソンの、ね、ウィング3、はい、ガドソンこのパスがスティール新潟ボールアーレンアーレンポンプフェイクレイアップ。ここが決まらないとちょっと痛いですよね、さあフェイクを見せてアーレンターンオーバーとなった。うまくスイッチした後遠藤選手がしっかり中に入れましたね、はい、さあ入ってきた渋田からアルマ渋田小野上田岸永ガードソン3これはワイドオープンで打ちました。上田から小野これはミスマッチ渋田が言っている。ペソンペソンドライブインサイド、そして上田が飛び込んできて決めました。ヘソンスイッチした後ですね、はい、さあ小野とトーン交番ですが、ね、あーターンオーバーとなってダンクです。ステップバックをしてどうぞ。さあこれこれトーンバスケットカウントアンドワンです。ワンオンワンのこの交番をかわでこの落ちるのはまあ仕方ないと思うんで、はい、ここ富山走りたいですし、ここ新潟がこれだとファウルですよね、はい、このトランジションをしっかりしないと、はい、ダメですよね。品長です。アレンアレンのガロソンさあアレンのスリーロングスリーあロングスリーが決まった。これは大きいですね。大きいですね。6点差これでとにかくスリーポイントゲームですよ ね、 ですね、はい、オーバー選手はファウルダメですよ、はい、どうだとヘソンダンクさあ岸永岸永上田上田のスリー決まった。勝利へ向けての木村のフリースロー何とか勝ち切りましたね、はいはい、富山も非常に素晴らしい後半はいいゲームでしたね。そうですね、はい